湯でライブをやるってどうかな。銭湯でライブですか。そう、ライブで盛り上がった後はみんなでお風呂に入って、それで最後はコーヒー牛乳で乾杯ってね。どう、ポカポカワクワクできそうでしょ。はい、楽しいライブになりそうです。あ、でもどこから電源を引っ張ってこよう。それとポピパさんが滑って転んだら大変やし、スノコをシートパッドが